クロスブラックウェルはイギリスの食品ブランドである。1706年にロンドンで設立され長らく独立の企業であったが1960年にスイスのコイングロマリットであるネスレーに買収された。現在はアメリカのジェームス・マッカーなどがこのブランドを所有しているクロスブラックウェルのブランドで販売されている商品には調味料を、マーマレード、 ミートソース、ミンスミート、マスタード、酢漬けなどがある。日本ではカレー粉のメーカーとして知られているが、カレー粉はこの会社の数多い取扱い品目の一つに過ぎず、初めて販売した時の資料も会社に残っていないという。1706年に植民地の農産物を扱うジャクソンズとしてロンドンで設立され、後にウェストアンド・ワイアットとなった。 同社は酢漬け、ソース、調味料、塩漬け業専門都市、イギリス国王ジョージ3世、ジョージ4世、ウィリアム4世の御用達となっていた。1818 18年、ウェストワイアット社は、双方のキングストリート11番地に工場を建設し、油漬け、果物の砂糖漬けなどを製造した。1819年、ウェストワイアット社に、 見習いとして、エドモンド・クロスとトーマス・ブラックウェルが入社した。1830年、二人は、家族から借りた600ポンドで、ウェスト・ワイアット社の事業を買収し、社名を、クロス・ブラックウェルとした。同社は、1837年に、女王・ビクトリアから、王室認証を受けた。1867年頃の C&B 社の、 ピカリリのラベル C&B 社のピクルスの広告。1870年から1900年頃のものと思われる1839年に事業を拡大し、オフィスと店舗を双方スクエア20から21番地に移転した。その後の10年間で著名なシェフとコラボレーションした商品を多く生み出した。例えば、1850年には、 フランス出身のシェフアレクシス・ソイヤーと協力して、ピリッとした味のソイヤーズソース、ソイヤーズレリッシュ、ソイヤーズサルタナソースを開発した。また、d p ペリンズ社が開発したウスターソースの総販売元でもあった。C&B 社はカレドニアンロードに酢の醸造所を建設し、双方スクエアで酢漬けの製造を開始した。この工場は、 ジャーナリストヘンリー・メイヒューが1865年に出版した The Shops and Companies of London and The Trays and Manufactories of Great Britain の中でガールズ・イン・ピクルという文章で紹介されている。また、1812年に設立されたバーモンジーの小規模な缶詰会社ギャンブル社を買収し、長距離公開のための果物、野菜、 肉の缶詰を製造した。1849年には、アイルランドのコークに、サーモンの缶詰を製造する工場を建設した。19世紀後半、C&B 社は、双方スクエアに近いチャーリングクロスロードに、いくつかの建物を建設した。1875年から76年にかけて、チャーリングクロスロード111番地に建築化。 ロバート・ルイス・ルーミューの設計による2階建ての旧車を発注した。ルーミューが1877年に亡くなった後は、その息子のレジナルド・セント・オービン・ルーミューの設計会社、ルーミューアイチソンに設計を依頼し、チャーリング・クロス・ロードに倉庫を建設した。1888年から1920年代まで C&B 車は、 シャーリングクロスロード114から116にオフィスを構えていたが、これもルーミューアイチソンの設計によるものである。1892年に有限責任会社となった。第一次世界大戦前、C&B 社はヨーロッパ大陸に進出し、最初の工場をハンブルグに建設した。第一次世界大戦後は、1919年にバーモンジーの ソースピクルスメーカーの E. レーゼン b ー社を1924年にはダンディのマーマレードメーカーのジェームズ・ケーラー社を買収した。ケーラー社はロンドン東部シルバータウンのテイワーフに工場を構えており、テムズ川や鉄道もヘンリー・テイトの製陶所にも近かった。その後、コスメリーパッキングカンパニー、ロバート・ケリーサン ベートザー &CEO、アレクサンドル・ケアンズサンズなどを買収した。第一次世界大戦後、C&B はさらに海外に工場を建設した。1930年までに、ボルチモア、ブリュッセル、ブエノスアイレス、パリ、トロントに工場を進出させた。郊外への移転1920年、C&B 社は、 スタッフォードシャーシューバートンアポントレント郊外のブランストンの工場用地を六十一万二千八百五十六ポンドで購入した。ここに大英帝国最大となる食品工場を建設し、双方にあった工場、オフィスを引き払った。九百二十二年、同社は新工場で生産を開始したが、ブランストンの立地は不経済であることが判明し、生産拠点は バーモンジーのクリムスコットストリートにあるレーゼンビー社の敷地に移された。ブランストンでの生産は1925年1月に終了したが、その結果、ブランストンでは大量の失業者が発生し、ブランストンの住民は C&B 社製品の不買運動を行った。バーモンジーの工場は1924年と1926年に拡張され、 1969年まで使用された。ケーラー同社の輸送トラックシルバータウンにあった、ケーラー社の工場は、1889年の火災で消失し、翌年に再建された。そこで、保存食、チョコレート、菓子類の製造を続けていたが、1940年9月7日のロンドン空襲で爆撃を受けた。チョコレートや成果の製造は、 ダンディー工場に移された。シルバータウンでは保存食の製造のみが再開されたが、1956年にこれもダンディー工場に移管された。ネスレによる買収1960年、ネスレは C&B 社を買収し、そのブランドを同社の世界中の多くの食品カテゴリー製品に展開した。 この買収により、ネスレは11の工場を手に入れた。その中には、イギリス最大の魚の缶詰工場も含まれていた。買収当時、C、C&B 社の従業員は、生産部門で4700人、その他の従業員と営業担当者で1900人だった。C&B のブランドは、後にプレミアフーズ社の参加に入った。プレミアフーズ社は2002年に、 C&B の事業を売却した。現在、クロスブラックウェルブランドの所有権は、北アメリカのジェームス・マッカー、ヨーロッパのプリンセスグループ、南アフリカのダイガーブランドに分かれている。ありがとうございます。